はい、今日もお疲れ様、山田です。今日はね、台湾のスターバックスにやってきました。偶然見つけたスターバックスなんですが、ちょっと日本との違いなんかをね、なんか映せたらいいなと思ってます。実際いくらするのかとか、なんか中はね、日本と変わらないのかとか、そのあたりを、はい、入って確かめてみたいと思います。シャーパーニハー。フードも日本と似てるし、メニューなんとなく漢字から想像できるのと、まあ、英語が書いてあるんでそこでわかるかな。とりあえず1個さ、なんかさっぱり系のやつを。さっぱり系にする？はい、アステファニーが飲みたいやつでいいよ。とりあえずグレープフルーツウーロン茶とかある？マジ？グレープフルーツウーロン茶があるの？これにしてさっきネットで繋いで出てきたバニラスイートクリームコールドブリューカフェ。うまそう。伝わりました。はい、お金です。あー、トーサイズスイート。スイート、スイート、スイート。スイート、スイート。そんな甘すぎないらしい。そこそこね。165元でした。そこそこするね。多分ざっと計算して700円ぐらい。一緒だね。うん、日本と一緒だね。ほとんど変わんないね。日本ってもう一個さ、ちっちゃいサイズなの。あらあら、ショートがある。ショートないね。ショート、サイズによっては、種類によっては日本もあるのとないのは。でもここ全部ショートがないけど、スタバグッズもいろいろありますね。台湾限定とかありそうだよね。こういうのをお土産に買っていったら喜ばれそう。なんか先生って言ったら仲良くなるときだ。こっちもさ、外国人なの分かってくれてるからさ、シェイシェイってさ、こちらも言うとなんか笑ってくれるよね。うん、でも置いてある食べ物とかもちょっと日本と違った。あ、本当？うん、あんま日本にさ入らないから分かんなかったけど、似てるけど違うんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。シェイシェイ。さあ、いかがなもの？はい、味はどうか。ストローはついてないやつ？うん、あったけど別に。ああ、いいね。先に、あ、もう飲んだ。不思議。そこそこ甘いって言ってたからね。コーヒー、コーヒーだ、はい、あ、コーヒーだった。こんな甘くないんだ。これがたまたま入ったスターバックスです。今平日の昼間ぐらいです。ちゃんとね、こっちの席とかにはコンセントがあるよ。多分ない店舗もあるかもしれない。日本と一緒かな。じゃあ僕もいただきます。あ、なるほど。あ、美味しい。飲みやすいコーヒーというか、うん、全然なんか甘ったるいとか一切ない。うまいわ。コーヒー苦手な人でも全然、あ、美味しいって思えると思う。なかなかいいコメントしたんじゃない。確かに、すごいいいコメントしてるよと思ったら、やっぱり YouTube 撮ってたからか。そうよ。何にしても絶対こんな分かりやすいコメント言わない。あ、にしてもね。にしてもいいコメントできたりする。めっちゃいいコメントだった。はい、ぜひあの皆さん、グルメレポーター待ってます。そうね。僕もちょっとさっぱり系せっかくだからね。アイスレモネードみたいなやつ気になる。いいよ、あれ買うわ。すごい雨やね。外は大雨です。すごいやばいよね。なんかスコールかなと思ったけど、なかなかやまんね。今日はこれから電車かバスに乗ってちょっと移動していきたいと思っています。ちょっと小腹がつきました。はい、あ、そっか、なんだっけ、麺を食べに行くのか。麺食べた。はい、もともとこっちで留学していた友達から教えてもらった台北にある美味しい麺屋さん行ったことあるんだよ。めっちゃ美味しかったんだよ。そこをね、ちょっと道中なので食べに行ってみたいと思います。イエーイ。滝行やん、マジで。あった。私が台湾で好きなやつです。なんかね、前で台湾来た時に食べたことあるんですけど、あ、並んでるわ。うん、みんな外で食べてる。これです。なんていうのか分かりません。麻生麺線か。こちら長安60元、大安75元。 OK、 大安を2人でしよう。 OK、 ニーハオ。ラージ、ラージワン。 Thank you。 シェシェ。すごい、これいいね。うわー、でパクチーとかは上手。 Thank you。 俺らのだったもん。早い、みんな食べとるな。そうよ、めっちゃ美味しいもん。後ろの揺れのベンチしかない。いただきます。はいはいはい。どういう味するのそれ？カツオ節だし、カツオだし。あ、カツオ使ってるんだ。うん、
そんな味がする。でもお肉も入ってるかも。本当だ。お肉なのかな。後ろにですね、これチリ、ガーリック、ビネガーっていう、いやーガーリックうまそう。あとでビネガー確かに。うん、いやガーリックもいきたいね。うん、美味しいでしょ。なるほど。そう、好きな味。これ何の麺なんだろうね。そうめんっぽいけど、ね、見てマネキンが切られてる。気づいたのよ、まあ確かに行列だったしさ、すごいなと思ったんだけど、食べ終わった人の数もすごいよ。まあ、定期的にまた子供捨てるんだろうけど、それでもこんなね、たくさん溜まってるという大人気店でした。うわ、あれ何？うわ、うまそう。ちょっと高めだね。120、ちょっと高めだね。なしなし。はい。やっぱね、こうなんかみんなで1個をシェアするみたいな感じはめちゃくちゃいいかなと思います。安くたくさん食べれるお店がすごく多いからさ、美味しく。だからなんかね、一箇所でお腹いっぱいにしちゃうのがすごくもったいない。ちょっとずつシェアし合っていろんなものをたくさん食べるがめちゃくちゃおすすめです。台湾はさ、こういう雨でもさ、こうやってなんていうの、遊歩道じゃないけどアーケードというかさ、屋根がある。そうそう、上が多分ねマンションとか人が住んでいて、1階はこうやってお店が並んでるみたいなところが多くて、こうやってね屋根付き屋根あるところがすごく多いので、傘がなくてもこの点は助かりますね。すごい、突然見つけたプリクラのお店みたいな。そういうこと、そのためのこれ。あ、そう、うん、その辺がそうだと思う。そうじゃない、取る人は。え、やりたい。200でいけるよ。 200?1000 円やん。え、高っ。ゲミちゃん900円ぐらい。この辺なんてもうなんかちょっとみんな使いすぎて色合いがさ。こんなプリクラ屋さんが突然現れました。すごいね。今僕の後ろに映ってるんですけど、こちらのホテルですねが今一旦チェックインしたんですけど、これいいなと思って皆さんにシェアしたいなと思います。今回はちょっと珍しく先に料金をお伝えすると、2人1泊で3339円ぐらいでした。ぐらいっても言うのも変だけど、なので1人当たり1700円もしないぐらいですね。こういうホテルで泊まれるんだな、台北でっていう参考になったら嬉しいです。探せばある、やっぱ安宿は。では案内していきます。今回泊まるホテルこんな感じになってます。とホテルの名前の読み方は分かんない、シャングーみたいに書いてあるけれども、こちらです。でどうやって調べたかっていうと、まあ、引き続きアゴダ、まあ、アゴダでいいの見つかんないときはブッキングドットコムなんですけど、まあ、アゴダで今回も予約をしました。で今回クレジットカード払いじゃなくて受付でね、あのキャッシュ現金払いだったので現金で払ったんですけど、まあ、日本円に換算したら3339でしたね、2人当たりで。はい、ということで中を案内していきます。もうチェックインは済んでいるのでお部屋に上がっていきます。結構さ、ホテル代とかって旅行の中でも大きな部分を占めると思うの、料金的に。だからそこを安く抑えられたらさ、その分のお金を他に使えるわけでしょ。台湾なんてグルメめっちゃ食べたいし、実際さ、まあ、安い宿あるのは知ってたみたいな、でもどういう内容か分からなくて怖かったっていう方もいるとは思うんだよね、もしかしたら。だからさ、あ、大体こういう感じなのね、安宿もっていうことが伝わったらいいなと思ってます。はい、部屋にやってきました。もうね、ステファニーも今中におるんですけど、はい、ちょっと紹介しますね。こちらでございます。ステファニーすでにおりました。ルーム案内です。まず大部分から、まずこれがベッド。さっきにも照明全部つけたんですけど、よくない？またここもキングサイズぐらいのベッドよ。2人余裕で寝れるシングル2つ分ぐらい。素晴らしいです。と、まあ、照明コンセント問題ないですね。でちゃんと Wi-Fi も飛んでいます。で、なんとちゃんとバスタブもあるでしょ。でシャワーもボディーソープにシャンプーというのちゃんと揃ってますね。だからなんか持ってくる必要ないですね、もしこだわりがなければ。かつアメニティも若干ですがありますね。あ、ヒゲ剃りだ。ヒゲ剃りに歯ブラシもちゃんとついてます。で、びっくりしたのはタオルもある、まあ、ホテルだからっていうのもあると思うんですけど、この価格でちゃんとタオルまであるのはありがたい。またこんな余裕なスペースがありますね。そして皆さん気になっているかもしれない風景です。おー、なんというビューでしょうか。なんという台湾を感じるビューですね。まあね、全然夜出かける方とか寝るだけみたいな感じだったらそんな景色関係ないかなと思うんですけど、全然問題もないかなと思います。というわけですごくシンプルな紹介でした。ご飯とかね特についてないです。まあ宿泊だけだと1人当たり1700円以下で
こちらに泊まれるというので、いいよね。なんかいいホテルでさ、お金をこう分かんない、仮によ1万円ぐらい1人かかって、でなんか夜もさ夜飯とか行っとって、ホテルにいる時間結局少ないみたいなってなったらさ、そんなにホテルにお金かけなくてもよくない？いう考え方もできるかななんて思うんですよね。まあ、ホテルを楽しみにね、いいホテル泊まられるのもすごくいいと思うんですけど、まあ、そんなこだわってなければおすすめです。まあ、ちなみに何でもかんでもいいとかっていうわけではなくて、こういう多少のボロさはあります。まあこれ別にね、ホテル泊まる機能上何の問題もないので、まあ、これがいいか悪いかっていうのは全然好みだと思うんですけど、そう、あなた次第。エアコンもついてるので全然暑くもないです。というわけで以上ホテルの紹介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんな気づかなかったんだけど、まだ続きがありました。見て、冷蔵庫にケトルまでちゃんとあります。そしてこれよ、誰かの飲みかけの水と新品の水が1個。やった。むしろなんか1個飲みかけだともう1個飲みかけなんじゃねって思っちゃうけど、多分新品です。なんかこれ1個多分ね、交換し忘れたんでしょう。あ、そこと、じゃあ言えばもらえるかな多分。でなんかここ見る感じね、ここの多分清掃を忘れてるんじゃないかな。なぜならここのさ、コンセントなんてぐちゃぐちゃ、前の人が使いましたみたいな感じにママになってほしい。はい、ということは冷蔵庫も前の人のが残ってるんじゃないか。忘れ物があるビールとか飲むかも。何もなかった。前の人が何も。え、確かにサンダルも1個しかないもん。じゃあ2個あるんじゃない本当は。やっぱここの清掃だけ忘れたんだ前の人。上は多分金庫かな。怖い怖い怖い。でも鍵がないけん開かないな。いや、ちゃんと揃ってましたね。こちらにもってことは、この扉も気になってました僕。これでしょ、クローゼットですって。ハンガーないね。暗くて見たら映んないですよね。ハンガーちょっとあるよ。はい、こういう、大丈夫、押し入れがありました。洋服が干せる。でもなんか匂うな。